皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、マリオットモンモンホテルの限定プロモーションプラスアルファ解説ということで動画ねやっていきたいと思います。ということで、2021年の8月4日からですね、マリオットボンボンホテルは限定プロモーションということで、こちらね、ランダムで来ているって言った形になるんですよね。またですね、何種類かのプロモーションが来ておりまして、今回ね、動画で解説ね、させていただくわけなんですけども、もしかしたらですね、これ以外にもですね、プロモーション来ている方もね、中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、もしね、来ている方いらっしゃいましたら、コメントで教えていただければなと思います。またですね、今回のこの限定プロモーションとは別にですね、ちょっとしたねプロモーションがまた別に、ね、来ているっていう風になりますんで、こちらもね合わせて動画解説やっていきたいという風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。まず今回のプロモーションね、数種類ねありまして、滞在ごとにボーナスポイントがもらえるプロモーション、またですね2泊以上滞在するとボーナスポイントということで2倍のボーナスポイントがもらえるプロモーション、またですね2滞在ね行うと無料宿泊特典がねもらえるプロモーションも来ている方もねいらっしゃるっていった形になるんですよね。皆さんねぜひチェックしていただいてですね、どのプロモーションね来ているか見ていただければなと思います。でですね、このプロモーションのね確認方法なんですけども、ちょっとねこれにスマートフォン画面ね出しておきますけども、マリオットボンボンのアプリでね解説させていただきます。でまずですね、マリオットボンボンのスマートフォンアプリね開いていただくとトップページにね行くと思うんですけども、右下のねアカウントっていうところをねクリックしていただきます。そうするとですね、こんな感じでプロモーション画面になりますんで、ここからね登録をね行っていただくっていった形になります。でプロモーション自体もねここの詳細をねクリックしていただくと見られるっていう風になっておりますんで、私はですね今回ね5000ポイントがもらえるねプロモーションが来ました。ということでこんな感じでねぜひねチェックしていただければなと思います。でですね、このねプロモーションなんですけども、私の動画のコミュニティ欄でねもう発信はさせていただいておりまして、中にはね来ていらっしゃらないっていう方もねいらっしゃるそうなんですけども、ちょっと前まではですねこのプロモーションっていうのは時間差でね来るっていうこともありましたので、今ね来られてない方もですね、マリオットボンボンねスマートフォンアプリねちょこちょこチェックしていただければなと思います。もしかしたらですねこれからね来る方もいるかもしれないですね。ということでプロモーションね一つずつ解説していきたいなと思うんですけども、まず一つ目ですね、こちら滞在に対してボーナスポイントがねもらえるプロモーションということで、こちらね宿泊期間が11月の30日までっていう風になっておりまして、エントリー必須という風になります。エントリーはですね先ほどのねスマートフォンアプリのプロモーションの登録のところからね行ってください。で宿泊日なんですけども、こちらのプロモーションはですね金曜土曜を含む週末という風になっておりますので、週末のね滞在がこのボーナスポイントの対象っていった形になります。でですね特典なんですけども、こちらね数種類こちらでも分かれておりまして、私のねこの来たプロモーションはですね1回目滞在すると2000ポイント、2回目滞在すると3000ボーナスポイントがもらえるということで、合計5000ポイントがねもらえるプロモーションっていう風になります。こちらね中にはですね1回目4000、2回目6000、3回目8000で合計18000、1回目6000、2回目7500、3回目9000ということで合計22500ポイントがねもらえるプロモーションがね来ている方も中にはいらっしゃるっていう風になりますんで、これねかなりポイント差すごいですよね。ですんで私はね一番しょぼいやつがね来たって言った形になるんですよね。これね22500と5000だったらねかなり違いますよね。まあこのプロモーションはですね支払い方法が優勝のみっていう風になっておりますんで、ポイントを使ったね無料宿泊特典で宿泊した分はですねこちら対象外っていう風になっておりまして、このボーナスポイントの付与時期はですねこちら条件を達成した、3日から5日営業日後っていう風になります。まあこちらのねプロモーションはですね条件の宿泊日として金土はね含まれる週末っていう風になりますんで、平日にね宿泊してもこのプロモーションねカウントには入りませんので、この点はね注意していただければなと思います。今回来ているねプロモーションは全部ね11月末までっていう風になりますんで、まあかなりね達成自体はねしやすいかなという風に
思います。それでは次にですね、2倍のボーナスポイントをもらえるオファーということで、こちらも宿泊期間はですね、11月の30日までっていう風になっておりまして、エントリー必須で、条件がですね、2泊以上の滞在をしていただくと、2倍のね、ポイントがもらえて、こちら上限なしでね、もらえるっていった形になります。で、支払い方法はですね、先ほどと一緒で、優勝のみのね、宿泊が対象っていった形になります。で、こちらはですね、注意点としては、2泊以上滞在していただくとですね、プロモーションの条件達成っていう風になりますんで、1泊だとね、こちらのプロモーション対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意してください。でですね、このポイントが2倍っていうね、プロモーションなんですけども、このね、どのポイントが2倍になるかっていう記載がね、はっきりと記載がないんですよね。ちょっとね、私に来ているプロモーションじゃないので、細かい部分までですね、もしかしたら私が見られてないだけかもしれないんですけども、ちょっとね、どのポイントが2倍なのかっていうのが記載がありませんので、おそらくですね、客室料金のみに対してのベースポイントっていうのが2倍になるのかなっていうふうに思っておりまして、税金とかサービス料とかね、まあそこら辺はですね、今回のこの2倍にはね、入ってこないのかなっていうふうに思うんですけども、まあこればっかりはですね、ちょっと実際に利用してみないとね、わからない部分ではあるっていった形になりますかね。まあ個人的にはですね、客室料金のみで、その他のね、ステータスのボーナスポイントとかね、SP ジャーメックスでね、決済した分に関してはですね、2倍にはね、入ってこないかな、なんていうふうに思っております。それでは次にですね、無料宿泊特典のプロモーションですね。今回のね、プロモーションで、間違いなくこれがね、一番いいプロモーションですね。宿泊期間が11月の30日までっていうふうになっておりまして、エントリー必須。条件はですね、一泊すると、1泊の無料宿泊特典がもらえて、2泊するとまたね、無料宿泊特典がね、もらえるっていった形になるんですよね。またね、支払い方法は優勝のみという風になります。いやね、本当にいいですよね。ちょっとね、こちらはですね、詳細が細かく見れてない部分もありますので、もしね、来られている方いらっしゃいましたらですね、この無料宿泊特典がですね、何ポイント上限なのかちょっと知りたいので、ぜひね、コメントいただければなと思います。前回ですね、無料宿泊特典がもらえるプロモーションはですね、3万5000ポイントはね、確か無料宿泊できるね、あの必要ポイント数だったと思いますので、まあおそらく同じなのかな、なんていうふうに思ってるんですけども、まあ無料宿泊特典ね、2回泊まったら2つもらえるっていうふうになりますからね。このプロモーションね、本当にちょっとすごすぎますよね。本当にこのプロモーションはね、欲しいですね。ということで、今回のね、プロモーションの解説はね、以上っていう風になるわけなんですけども、次にですね、プラスアルファ解説ということで、マリオットボンボンホテルとアメリカンエクスプレスのクレジットカード会員限定にですね、こちらレストランバーのね、プロモーションということで、対象のですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードを保有している方はですね、特典1として対象のレストランでカード会員と一緒にね、食事された方にウェルカムドリンクはね、プレゼントということで、こちら最大9名までね、もらえるプロモーションがあります。またね、特典2としてですね、レストランで4名以上の食事オーダーしていただくと、個室料金っていうのをね、無料で利用できるっていうプロモーションが来ております。でですね、こちらの期間がですね、2021年の8月1日から2021年12月15日までっていう風になっておりまして、先ほどの特典1ですね、ウェルカムドリンクが利用できる対象カードっていうのが決まっておりまして、アメリカンエクスプレスのゴールドカード、プラチナカード、センチュリオンカードと SP ジアメックスクレジットカードということで、こちらのクレジットカードをね、保有している方が利用できるっていった形になります。またね、今言ったカードプラスですね、マリオットボンボンホテルのね、ステータス割引もこのレストランで利用することができるっていった形になっておりますんで、最大 20% のね、割引が受けられます。まあこちらね、ステータスに応じてということで、シルバー 10%、 ゴールド 15%、 プラチナ移動が 20% の割引が受けられるっていった形になりまして、またね、マレットボンボイポイントのね、獲得もできます。でですね、レストラン4名以上の場合の個室が無料で利用できる特典2の方なんですけども、こちらの対象カードがプラチナカード、センチュリオンカード、SP ジアメックスということで、こちらもですね、対象カードが決まっているっていった形になります。で、こちらのね、プロモーションなんですけども、公式サイトがですね、ありますので、概要欄にそちら載せておきますので、利用規約がですね、注意事項すごいね、たくさん書いてありますので、確実にね、利用される方はご自身でね、
ね、確認してください。私はね、特段注意が必要だなというふうに思ったのは、このプロモーションはですね、朝食時には利用することができない。またね、マリオットのバウチャーありますよね。こちらは対象外。またですね、マリオットのギフトカードっていうのもあるんですけども、こちらは対象っていった形になります。またね、外部予約サイトの予約は対象外っていう風になりますんで、公式サイトにですね、予約できるね、画面がそのままいけるようになっておりますので、こちらね、利用される方はね、ここから予約ね、していただければなと思います。でですね、こちらの公式サイトにですね、飛んでいただくと、レストランのね、対象サイトが見られるようになっておりまして、こちらにね、利用条件っていうのが、こちらは JW マリオットの日本料理、アゼクラっていうレストランですね。まあ、こちらのレストランだと、カード会員様と一緒に食事をした皆様に、ウェルカムドリンクをプレゼント、グラススパークリングワイン、もしくはソフトドリンクからお選びいただけますということで、1名様あたり1セットメニュー、もしくはコースメニューをご利用いただいた場合に提供いたしますということで、まあ、こういった感じでですね、利用条件がね、記載がありますので、まあ、こちらのね、プロモーション利用されてみたいっていう方はですね、確実にね、条件はね、見てからね、利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボンホテルの限定プロモーションプラスアルファ解説ということで動画ね、やらせていただきましたけども、いや、今回ね、プロモーションがね、結構いろんな種類がね、来ておりまして、しかもね、宿泊期間はね、11月の末までということで、かなりね、長期間で利用することができるって形になりますんで、これね、かなりありがたいですよね。ちょっとね、来られてない方もいらっしゃるということですんで、本当に来てほしいですよね。まあ、個人的には本当にね、この無料宿泊特典のね、プロモーションがね、本当に欲しかったわけなんですけども、これがね、来るといいですよね。本当にね、1滞在で行って、1回の無料宿泊特典って本当にすごいですよね。しかもこれが1回じゃなくて2回もらえるっていうのはね、またすごいですよね。またね、このレストランね、ウェルカムドリンク、またね、個室無料っていうのは、レストランね、利用する方であればですね、かなりいい特典ではあるかなっていうふうに思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。